さきなとみかの世界は癒しにあふれてる。皆さんおはようございます。おはようございます。さきなとみかの世界は癒しにあふれてる。はい、始まりました。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずはね、いつも忘れてしまったら大変なので、はい、こちらの、コロナ対策についてね、ちょっとご説明をお願いします。はい、毎回お伝えしておりますが、はい、この部屋にはこういうね、低濃度オゾン発生器というものがありまして、脱臭だけじゃなくて除菌までしてくれる、ね、こういう機械があるので、コロナ対策バッチリで、合間にスタッフさんがきちんとね、消毒とかもしてくださっています。で、はい、行き帰りの、ね、電車とかにも空いている路線を選んで通っておりますの で、はい、まあ、私も、はい、今日もずっと乗り換えしながらもずっと座ってこれたという最高の地域を、はい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 、味わっています。はい、ということで今日もですね、コロナ対策も万全に、はい、そして何かね、皆さん一人一人にとって癒しになるようなね話、はい、お伝えできたら嬉しいなと思ってはいるんですけれども、はい、はい、なんかさ、リカさんはどうですか、うん、最近、うん、どうでしょうね、なんか癒しでもあるんですけれど、うん、そのね、私たちがやっているストレスクリアっていうコーチングは、普通言われているのとちょっと違って、そのポジティブばっかり見るんじゃなくて、自分のネガティブを見ていきましょうっていうコーチングじゃないですか、はい、で最近またいろいろ私の中から今まで気がついてなかったネガ、うんうん、いやこんなのもあったかっていうのがうわーって出てきまして、おめでとうみたいな感じです。ありがとうございます。スタッフさんまで拍手してくださって、はい、はい、そうなんです。なんかそういうの見つかると、うん、要は今まで自分で気づいてなかった本音とか本心とか、うんうん、それはいろんな種類ですけどね、はい、それが分かるっていうのが、うみたいな、っていうのと、うん、みたいな、何とも言えない、ね、感覚になって、うん、同時に癒しが起こるっていう感じですね。自分で自分、なんだろうね、自分が気づくことによって自分が癒されるっていう。そう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 、自分が気づいてなかったことが分かるっていうか、掴めるってこんなにすごいことなのかっていうのを、またこの1週間の中でも味わいました。あー素敵。まあ本当素敵なことですね。はい、なんか、はい、いつもいつもこの番組でお伝えしている自分をもう少しでも分かっていくっていうことですね。私たちは本当に自分のことを知らないし、はい、なんか嫌な自分とか醜い汚い自分とかはなるべく隠しておきたいのよね、うんうんうん、なんか押し入れの奥の方にね、入れてるような、ないことにしておきたいのよね、ないことにしておきたいんですが、ただ残念なことに自分じゃないですか、我が身なので、そうなのどっかにあること、なんか分かってはいるね、うん、一番自分が実は本当はなんかこう分かってるんだよね。そう、無意識にね、だけど嫌だから隠している、うんうん、なんかその何とも言えない中途半端な感覚っていうんですかね、うん、なんかわからないけどね、うんうんうん、なんかそれをね感じながら実は生きているんだと思うんです、どなたも、うんうん、そんな明確ではないけどね、うん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 、でもなんかそのもやっとした感じとかさ、うん、何かそれがよく言われてる人は鏡なんていうような、うん、なんかもしかしたら自分が押し入れの奥の隅に隠しているものと同じようなものをちょっと持ってる方、うん、それが見えたりした時になんとなくざわざわっとしたりとか、うん、すごいあの人のことを嫌いだって思ったりとか、うん、本当にいろんな反応が自分の中から出てくるんですよ、ね、イラッとしたりね、そうざわっとしたりね、そうそうそう、うん、まあ、大概こう嫌だと思いますね、うんうんうん、自分と同じものを持ってる人を見ると、うん、でもそれが自分の中にあるなんて、あるんで、その時は全く思わなかった、思わないね、うん、そう
そっちの方にしかね意識を向いてないからね、いやつだなとか思ってね見てたりしてました。そういうのを何十年間もやってきて、うん、でもさっきねなんかリカさん言ったみたいに自分、うん、実は自分の中にこういう自分いたんだなっていうのに気づいていった時に、本当はその押し入れの奥に隠してまで置きたいぐらい嫌なものじゃない。そう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 、もう逃げたい、見たくもない、もう できれば一生隠しておきたいぐらいのものなのに、うん、これが不思議なことにそのね、うん、自分と本当にこう出会えて、あのうなんていうんですかね、こうあそうだったんだっていう、そうやっぱりあったのね、うん、いたのねあなたみたいな感じなった時の感覚っていうのはこれね、なんかとってもどう表現したらいいんですかね。まああの我がストレスクリア の、うん、あの代表理事の森さんは、うん、本当の感情になった時は気持ちがいいという表現を使われるんですよね、うん、だから確かにその気持ちがいいっていう感覚の方もいらっしゃるし、うんうん、私はじんわりじわじわじわみたいな、あなんていうの、なんか脱力みたいな時もあるし、あそうなんですね、うん、そうね、なんかだからそのね、その自分に出会った時の感覚もね、うん、だんだん変わってきたと思ってます。初めの頃はね、うん、やっぱりもう本当に今の今までもう絶対こう嫌だし、うん、こんな自分ではないと思い続けていた自分と対峙するわけじゃないですか、うん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 、そうするとうわみたいな、あちゃ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 、そう、いたたたたみたいな感じ、そうそう、ちょっとそういう感じ、ね、それがちょっと、まあ、だから最初は痛いのは結構強いかもしれないけど、ね、そうそうそう、それがちょっと痛気持ちみたいな感じになってきて、もう最近なんて私もついあの数日前に同じコーチ仲間にシェアしちゃったんですけど、うんうん、なんかそのこれかみたいな、そうやったみたいな、なんかちょっと ね、その快感みたいなのが、うん、そう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 、ちょっと麻薬っぽいかも、私麻薬やったことないけどみたいな話してたぐらい、うんうん、なるほど、そう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 、自己価値は麻薬、あまたこれがあるんじゃないかみたいな、そうそうそう、探すのがね、そう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 、あのやめられなくなってくる、そうやめられなくなっちゃう、なってくるのはありますね、確かにね、そう、まあそうなんですよ、そうなんですが、はい、みたいなね、はい、そんな私でも、うん、そんな私でもなんていう、そんな、それこそその表現自体もなんかあれかもしれないけど、うん、あのなんかこう、あ探すのが楽しいななんてね、うん、思ってきた私でさえも、はいはい、実はずっと逃げていたかったものがあったんですね、うん、はいはい、はい、で、つい最近実はあるでしょそりゃそこにもあの、うん、意を決して、うん、飛び込んでいきまして、はい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 、おめでとうございます、はい、うん、それで何があったかっていうのをね、うん、今日はちょっと、はい、ちょっとメインのあれでシェアをさせていただけたら嬉しいなみたいなことをちょっと思っていますけれども、はいはいはい、時間が足りるかしら、いや大丈夫です、全然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 大した問題ではない、はい、そんなわけないでしょ、今日、ね、なんか私こうやってあのちょっとモニター画面を見てるとあれまた跳ねてるわみたいな、今日あのそうヘアスタイル、はい、あの雨でもないのに、い全然全然大丈夫ですか、大丈夫ですよ、ちょっとスタッフさんからも丸いただきました、ありがとうございました、あの地下鉄のね向こう側の窓に、うん、座ってるじゃない、はいはい、窓に映ってるの見たら なんかさウランちゃんみたいだったからウランちゃんってちょっと分かります、分かります、多分分からない方もいる、鉄腕アトムの私大好きだったウランちゃん、妹あれかと思うの、妹なんだっけ、なんかそういう設定、うん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 、分かんないけど、まあ、ウランちゃんはここに、ね、あんちょっとこう、うんうんうん、これもありここもこうちょっとこうあそうかもね、うん、私もね昔小さい時はベティちゃんみたいだって言われて、なんかこの羽系がそうだね、羽系が、あ、フランちゃん出てきた、あ、そうか、アズリさんの方では
あずりさんの方でウランちゃんの画像を出してくださいました。かわいいウランちゃん、なんかちょっとあの大人っぽいウランちゃん。あ、確かに、ね、ちょっと成長したウランちゃん、ね、ちょっとウランちゃんって感じか。でもかわいい、ありがとうございます。はい、あずりさんご覧の方はちょっとね、はい、見えてるかもしれないです、ね、はい、懐かしい、はいはい、ということでね、あのじゃあ今日はそんな私の、暴露をね、あのさせていただこうかなと思ってるんですけど、その前にあの1曲目をいこうかなと思います。はい、はい、今日は何でしょう。はい、あのちょっと先週も大滝栄一さんの曲をね、うん、かけさせていただいたんですけども、うんうん、今日も先週に引き続いて、うん、はい、君は天然色、わー、はい、大好き大好き、はい、おかけします。よろしくお願いします。いかがでしたでしょうか。大滝栄一さんの君は天然色、お聞きいただきました。はい、爽やか、はい、なんかね、あの天然色いいなとか思って、あ、うん、はい、うん、天然だからね、天然ね、自然なそう、ね、うん、いいな、ね、いいよね、うん、なんか彼氏とか、うん、なんか言われたら嬉しくないですか、旦那さんから君は天然色だねなんて。だいたいそんな言葉をかけられる時代になんかうわってちょっと ねなんか とろけそうな気がする。なんかこれはちょっと殺し文句だなっていう感じがしますけれども、はい、はい、ということでね、今日はね、うん、その私の天然色、私が天然色になりたいっていうのかな、うん、本当にやっぱり自分を理解して、自分らしい、私らしい色、私らしい天然色になれたらいいなっていうことを、うんうん、まあ、ここ
5年以上かな、ストレスクリアコーチングというものに出会ってから、うん、私はずっとそれをやり続けていますね。やっぱりまあ、いい悪いではないんですけれども、その前ずっと心理的なお勉強をずっとし、うん、心理カウンセリングとか心理セラピーとかをやってきて、うん、それはそれでね、とてもいいものもあるんですね、うん、でもただ大きな違いはやっぱりその全部自分の全部を理解していこうっていうところがストレスクリアコーチングの特徴だと思うんですよね、うん、そうですね、だからダメな自分とかをなんかポジティブに変換しようとかではもちろんないし、うん、自分をなんか全部、うん、こう見つけて見つけて見つけていった時に、はいはい、うん、どうなるのかなっていうのも楽しんでいけるし、うんうん、だからなんかこう人には知られたくなかった、うん、隠しておきたい自分を見つけた時に、うん、もっと見てもらいたい自分もより見てもらえるようにしたいっていう気持ちも出てくるし、これが私なんでって、このもう本当に黒から、うんうんうん、白から赤からピンクから、うんうんうん、グレーから、はいはいはい、もう全て全部、ね、ある自分なんで、うん、ぜひぜひこの私とお付き合いくださいみたいな、うん、あ、なるほどなるほど、うん、うんうんうん、分かる気がする、うん、なんかいろんな色を全部まだ知らないうちは、うん、自分で知らないってなんとなく薄々分かっているから、うん、だからこそその分かってる色もなんかちょっと出し惜しみしちゃったりみたいなとこ、うん、そう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 、なんか出したらいけないんじゃん、なんかこんなの言っちゃいけないんじゃないみたいなとかね、そう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 、なんかキラキラしてたとしてもね、うんうん、ね、そこもちょっとね、うん、そう躊躇しちゃうみたいな、ね、キラキラだったり毒っぽかったり、うん、全部いろんなものをひっくるめてね、うんうん、だけどそれがね、そうそうそう、知らなかった色が、うん、自分でちゃんとこう分かってっていうか掴めてくると、うんうん、全部、ね、全部な、何でしょうねそれってね、なんだ、だからそれこそ天然色に輝いてくるんじゃないかみたいな、あ、でもだんだんこう揃っていく感じが、自分でもこう自然だからなってくるんですかね、かしらね、なんとなくね、なんとなくね、うん、そうそうそう、そのまんまこうそれこそさらけ出していいやってやっぱり風に思えるのかな、まあ、さらけ出すというか多分自分と自分との関係の中でのさらけ出しができたことで、うん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 、抵抗がなくなった、そうそうそう、なんかこのままの私として頑張っていこうみたいな感じになっていけるのかなっていう気がしますね、うん、活力というかエネルギー湧いてきますね、うんうん、はい、でそれがね、実はこの実本当にこの1週間というか、うんうんうん、この数日の間に私にもまた大きなそれが起きましたので、うんうんうん、今日はそのご報告をねしたいなと思っています。はい、何度かこの番組の中でも話しているんですけども、私はねものすごくその父、厳しい父親に育てられてね、うん、2人ともね、まあ、もちろんそう、もちろん2人ともそうなんですけどね、特に長女だからね、まあ、長女って8歳も違うので、うん、私の記憶の中では、ちょっと暴力的なことをされたのは、うん、なんか私結構頻度が多い感じがしてるんですね、うん、父からね、うん、で妹の時代になって、まあなんかそんなのやめた方がいいみたいのを一生懸命私も言ってた気もするし、うんうんうん、まあ、世の中 も, 時代的にも、ね、そう変わるからね、そう、なんかほら星一徹みたいのから少し優しいお父さんに変わってきたみたいなところは若干の変化はあったかもしれない、うん、でもまあもちろん言葉のある種の暴力みたいのはね続いてたかもしれないけれども、うん、まあ、私にはその、鉄拳が飛んでくる、原骨が飛んでくるっていうね、うん、その力技での暴力を振るわれたちょっと小さい幼少期の記憶があって、うん、また父はね実はいい声の人なのよね、よく通ってね、よく通ってね、それで歌が上手、民謡を習ったりとかまでしてたからね、ものすごい通る声なんですよ、うんうん、でその通る声はさ歌の時はいいけど、そう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 、怒られた時にはもうものすごいんです、マイクを通して怒られてるみたいな、わかる、なんかこう響いてたもんね、そう小さい家だったしね それもあるかもしれない、環境してるみたいな、
感覚でした ね, ね幼い私にとってはね。 ね、そのなんかすごい響く言葉とともに鉄拳が飛んでくるわけですよ、うん、でそうしたらなんか知らないけど、まあそのせいでっていうわけではないとは思うけれども、うん、なんか私ねそのねこう割かしちょっと大きな声だったりとか、うん、上からちょっと圧力をかけてお話をされると、うん、あのその人のことが大好きでもね、うん、あの胃がねギュッと収縮しちゃうようなね、あの一瞬にしてその感覚になってしまうっていうのがね、なんかこうギュッと固まっちゃ う、ね、体ももちろんギュッて固まっちゃうし、ね、うんうんうん、でもちろん本当そうなんです、その人のこと嫌いじゃなくてもそうなっちゃうんですね、うん、反応出ちゃうのね。そうなんです。でそれが一番、大きいあのこととしてずっと残り続けたのは夫なんですね、うん、で夫は別にそんなになんだろうな、いつでもいつもでも怒ってるわけでもないんですけど、うん、でもやっぱり男だし何かあった時にはガガガってやっぱ言ってくることもあるわけですよ、うん、そうするとねなんかやっぱギュッとなっちゃうのね、うん、でギュッとなっちゃうけどさ、あの大人の私はさ、だからといってそこで泣いてるとかいうわけにもいかず、うんうん、なんか余計に鎧兜にね、うんうん、身を固めて反撃の今度はのろしを上げるわけです、はいはいはい、なんでそんな言い方するのみたいな感じで、うん、もう精一杯のなんだろう、自分を防御、ね、やっぱりね、防御体制に入っていくっていうことが、うん、あの自動反応で起きているっていうことをね、実は何十年もやったんですよ。あの結婚生活40今年2年なんですけど、その間ずっとやり続けていたかもしれないですね。でもね、ストレスクリアをその学び、始めた頃はね、ずいぶん減ったなって思ってたんですけど、うん、ねえ、だいぶ変わったものね、うん、そう、現実的にも変わってったしね、本当に変わってたんですよ。そばで見ててよく変わった、ね、夫婦関係も変わったしね、うんうん、すごい変わったので、うん、だからなんかあんまり気にならないななんて思っては、そのなんか反応は、うん、もうどっか行っちゃったのかななんて思ってたのに、はいはい、もう大丈夫か、うんうん、なんか最近またあってですね、そういうのがこうたびたび感じるようになって、あ、はいはいはい、これやっぱりなんかこう、うん、残ってるんだなって思って、実はものすごく不快だったんですね、うん、でもこの不快なことと本当はこれこそが私が向き合う必要があることなんだろうと思いながらも、あまりにも不快なので、うん、実は逃げておりました。ちゃんとねさっきの言った通りに、ねね、押し入れのなるべく奥に、うん、もう押し入れどころじゃないかもしれない、逃げられるだけ逃げましたみたいな感じで、逃げられるだけ逃げました、うん、だよね。そう、あの、うん、天袋、今天袋があるか、はい、お家があるかと分からないけどないと分からない、分かんないけど、うんうん、もう本当になるべく奥に、うん、もう知らないみたいな感じにしてたかった、うんうんうん、ところが知らないってしようとするとまた来るみたいな、ああちゃんとね、うん、でもう、うん、本当にごく最近はですね、うん、別に夫が何も言わなくても、うん、このことが私にとって不快なことなのよねと思っただけでそうなるわけですよ。人が関係なく、人関係なく、うん、うわ、もうこの話してるとなる、で、ね、うんうん、で、いろいろなコーチ仲間の人たちともこのことをちょっとシェアしたりとかして、いやこの不快ってどうなのみたいな、見たくないみたいな、もう本当に情けないことを言い続けてちょっといたんですけどもね、やっぱり、うん、なんかちょっとね柔軟になってきたところもありまして、自分の中で、うんうん、それはあの遺伝子分析とかとも、ね、うん、関係があるのかもしれないんだけど、ちょっとサプリ飲んだりとかね、うん、ライフスタイル見直したり食事をいろいろ、だって、ね、ちょっと感じやすくなったんじゃないかなって、うん、そうなんです。だから感じやすいから余計にギュッてくるのかもしれないよね。そうなのよ、そうなのよ、なんかそう感じにくくなってると麻痺しちゃってると、うん、そうその不快さも麻痺して感じないから、ね、もちろんもちろん、そう、楽しいことも深いさも両方感じないみたいになってるからね、楽しいことも感じにくいっていうね、でそれがまあちょっとその遺伝子のね、遺伝子分析の関係からいろいろ
見直したりなんかしているうちに、うん、もうそれがまるまる1ヶ月も経ちましたし、うん、まあ、若干でも私がね、うん、変わってきてる部分もあるのかなと思って、うん、感じやすいっていうのもあるんですよ、うんうん、そうしたらそれも感じやすくてね、うん、もう苦しくて苦しくてこの1週間、うん、せっかく押し込んであったのにねそう、うん、もう見なきゃいけないのかって、うんうん、いやでも逃げたい、いやみたいなことをやってたんですね本当に、うんうんうん、でもまあそれは本当にいいことで、たまたま、コーチングセッションの、ね、まあはい、機会を得ることができて、うん、そういうセッティングがなされてです ね、しかも今まで一回も、うん、受けたことがないコーチの方から、うんうん、私がセッションを受けるっていう機会があったので、うん、なんかね、うん、こう全く知らない人に、うん、自分を、うん、自己開示したり、うん、暴露していった方が、うん、なんかちょっとやりやすいなっていう気がしたんですよ、うんうんうん、どなたにも、うん、いろんな方に今まで話しちゃってたからね、はい、仲間うちにはもちろん理香さんとか筆頭にね、うん、だからあちょうどいいので、うん、ぜひお願いしちゃおうかなと思ってね、うん、そのなんかトラウマ的感覚っていうのを、ね、はいはいはい、これをなくしたいけどもう全もうほんとなくせないというようなことで、うん、ちょっとセッションを受けてみました、うん、本当に帰ってよかったんですね、そうね、その全然今までそんな詳しい話をしたことがないし、そうでバックグラウンドも何も知らない方、うん、だからチラチラっとそういうちょっと実はトラウマ的なものがあるんですだけでセクションを始めました、うんうん、本当に何も話さず、うんうん、そしたらですね、うん、なんかもうセッション始めたところから、うん、自分でセルフでやってた時とはやっぱ出てくるものが違ったし、うん、はい、ね、まあこれはそのストレスクリアのねコーチングを知らない方にはなかなか難しいかもしれない、うん、で知ってる方には私が細かく話せばそういうことそういうことって分かりやすいかもしれないですけど、まあ今日のところはねそのコーチングの流れとかは、うん、まあちょっと置いといてですよ、うん、それはね知らない方にとってはよく分からないことだし、うん、結局そのコーチングで私が得たものは、うん、この感覚っていうものが、うん、非常に私の、うん、なんていうのかな、まあ、お仕事とか、うん、生きていく上で、うん、私にとっても本当に実はなくてはならないものなんだっていうことが最終的に分かったんですね、はい、すごい、なくてはならない、なくてはならない、押し込んでおいたはずだったのに、はずだったのに、うん、でなんかねそれはね、まあ、セルフでやってる時には、うん、なんか父親とのつながりを感じたいのかなとか、あ、ね、はいはいはい、なんかそういうことなのかななんて、うんうんうん、こうちょっとこう割りかし通り一遍のというか、うん、感覚だったんですけど、うん、セッションをしていただいて私の中から出てきたのは全く違うものだったんですよ、うんうんうん、ね、うん、自分の傲慢さ、私ねすごい傲慢な人間なんだよね本当のこと言ってはい、でねその傲慢さってねやっぱり隠してたってまあ当たり前ですよね、傲慢さを前面に出して生きていたいっていう人はいないと思うんですけど、うん、 そうね、そこはなるべくわからないようにしていたいわけじゃないですか、うんうんうん、でもわからないようにしようとすると、うん、自分の中にでもその傲慢さはないものだにしてたような感じになっちゃう、うん、そうよね、なっちゃうわけでしょ、はい、でもすみません、傲慢さはもう劣気としてありますと、うんうん、そこが、うん、なんかねこの感覚があることによって、うん、私になんかね自覚させてくれるっていうことが分かったんですよ、はいはい、ちょっと分かりにくいかもしれないけど、だからこういうものが全部私の中から抜け切っちゃって、うん、まあよくその解放されたとかっていう言葉がありますけど、そんな風になっちゃってもう何も苦しいことないんです、うん、私にとって人様に隠すべきものは何もありません、うん、みたいなことになってしまうと、うん、もうどんだけ傲慢な人間になってで人様の痛みもわからない、うん、ね、うんうん、何言ってんですか、そんなこと考えないでもっとこうなりましょうよみたいなね、うん、人間もっとポジティブに生きればいいんですよみたいなところに人をただ単純にこう
押し上げるだけみたいな、そうそう、うんうん、みたいな人間になってしまうっていうことが、もうセッションの中ですごい分かったの。なるほどなるほど、おおみたいな感じ でも確かにそうなんだよねって、私本当に傲慢なんですって思って、なるほど、だからこのね感覚をなくしてはいけないんだって、うん、はあ、むしろね、そう、うん、もうなんかそれ気づいたらもうなんかね、ありがたくてありがたくて、この感覚が、うんうん、そう、うん、今でもちょっとありがたくて涙出そうなんですけど、でそう思えたんですね、うん、でね、ただね、うん、あのただあまりにもこの1週間2週間はこの感覚が苦しかったから、うんうん、はい、あの大変申し訳ないんですけど、うん、この感覚チクッと感じるぐらいにしたいと、もう分かったからね、分かったから、はい、うんうん、あの全面的に感じるのはちょっと勘弁してほしくて、ねうん、ここまで苦しくなくていいんです、はい、ここまで苦しくなくていいので、うんうんうん、でもチクッとは絶対に残したいと思って、あ、はい、うん、あのその本当に私が、うん、お仕事をしていく上でも、うん、それからさまざまな方と関わってこの先生きていく上でも、うん、このチクッとをね大切にしながら生きていくことで、うん、私が、うん、あの何かのお役に立てたりとか、例えばこの放送もそうだと思うし、うんうん、いろんな方が見ね、見て聞いてくださっている、うん、その本当にたくさんの方たちの気持ちを少しでも、うん、あの分かろうったって分かれないんだけど、うん、そのちくりさえもなくなっちゃったら本当に私分からない人間になってしまいそうだったので、なんかそのためにすごく大切なものだったんだなって思ったんですよね。なるほどなるほど。そうしたら、うん、何が起きると思います皆さん。そこをそうしたらセッション終わったらもう、うん、その感覚が、うん、もう徐々に、うん、なんていうかこう本当にそのセッション前思い出すと、もうなん、もうどうしたらいいか分かんないぐらい嫌だったの。それが、うん、もう今はその感覚がもうかなりもう薄いものになって、うんうんうん、本当に地区になったんです、うん、でもいてくれる、会ってくれる、うんうんうん、ちょうどいい感じですね、はい、じゃあね、そこにね感謝してますね、これ会ってくれる、おめでとう、ありがとうございます。スタッフさんまで拍手いただいてありがとうございます、はい、でこんなことがね、うん、起きるんですね。だからまあ、この私にとってのトラウマ的感覚っていうのは、うん、何十年にもわたって私の人生の中でずっとあり、しかも苦しい嫌なもの、それがあるから父親のこともなんかどこかでなんか真から愛せない、うんうん、でずっと思ってきたんですけど、うんうん、いやだごめんね、うん、泣いちゃう、うん、思ってきたんですけど、それ泣けるわよ、うんうん、なんかね、うん、感覚が変わったことによって、うん、いろんなことがこれから変わるんじゃないかなって思ってます。もう変わってんじゃないの、来てますね。そうですね、はい、変わってきてますね、はい、うん。そう、まあ、ちょっとは丸くなのかなみたいな、ちょっとは丸く本当にね丸そうなしかし、ね、こと言っててね、顔だけは丸いんですけどね、なかなか丸くないんですよ本当にもう傲慢な嫌なやつなんですよね。いやでもみんな誰の中にもそういう部分って本当はきっとあるんだと思うけど、うん、それをねどこまで本当に表に出してるかっていう、あとそれをが どれくらい自分の中にそういう気持ちがなんていうのこう、そう、なんだろう、外に出してしまったら強すぎるよねみたいな、そういう感覚とか気持ちとかって、ね、そうそうそう、傲慢でいたいとは思わないもんね、うん、ね、そうそう、でもみんなあるんだと思う、そう、だから、うん、あるっていうことだけをきちんと自分が認識していることが大事であって、うんうん、ない、だからダメなものだから、うん、こんなものがあると良くないし嫌われるだろう、うんうんうん、ね、そんな自分も嫌だし、うん、っていうことでないにしてしまってるっていう、ここに大きな差があるんだと思うんですね、うん、ある
って分かってちゃんと生きるのか、うん、そうそうそう、ないにして生きるのかの差は ね、うん、ね、すっごい大きい、うん、でもあるんだもんねっていうところで、そうなんです、うん、そう、まあ、あの別に傲慢で生きようとは思ってないんですけどあるものはあるっていうことですね、はい、そこを知って、まあ、本当にそこを受け入れてっていうのか、まあ、許してっていうのかな、癒しは許しっていうね、うん、言葉もありますけど、本当にこの自分を許して、うん、よりよくね人生を送りたいなっていう感じですね、うん、ねえ、なんか救急車だね、大丈夫かしら、すごい音がしてたね、大丈夫かしら、ねえ、うん、はい、そんなわけなのでね、皆さんもこれは、うん、なんかだいぶ癒されただろうなそうなんです、うん、はい、もうね、セッションしていただいた、うん、コーチの方に本当に感謝しています、ありがとうございました、うん、やっぱり、これと向き合うためにはね、ものすごくその安心で安全な場っていうのがないと、実はもう絶対無理なんですね、うんうん、だからやっぱりたった一人でっていうのはなかなか、そう、一人では安心安全になかなかなりにくいっていうのもあるんですよね、うんうん、だから安心安全の場を作ってくれる素敵なコーチと一緒に、そのなんか作ってもらった場の中で自分の世界を探求していくと、うん、まあ、こういうことが起きますので、うん、もう本当に皆さんね、ぜひなんか機会があったらね、うん、そうやってご自身の中を知っていっていただいて、なんだろうな、本当人生のね、知らなかったステージにね絶対行けると思うんですよ、うん、よくほらそういうこう経験をすると、うん、世の中が違って見えるとか、うん、言ったりもするじゃない、うんうんうん、どうですか、その受けたとか、まあ違って、あの景色はね、今も飛び越えちゃって見えてるんですけど、ね、うん、ただ、うん、あの聞こえるものとか、うん、今までなんかあんまり聞きたくないなとか、読みたくないなとか、見たくないなっていうものが、あの、なんだろうね、そういうものがこうスーッと受け入れられるようになってくるっていう感覚はあるかな。確かに見えるものというか、うん、感じてきたものとか、うん、そういうものに対しての感じ方が、うん、変わってるなっていうのも、うん、今日ここへ来る間にね、うん、ちょっと YouTube とか聞きながら電車の中で来たんですけど、うん、あ、みたいな、私これを受け入れてるんだみたいな、ちょっとびっくりしました。なんかそういう変化もあります。おー、はい、ますますあれね、もしかするとこう五感が研ぎ澄まされていくかもしれないしね。そうですね、より感じやすく、ね、いい意味で、まあ、いい意味でだね、うんうんうん、感じやすく、そうだね、シャットアウト、ね、自分の中でシャットダウンっていうか、ね、やっぱりシャッターを下ろしてた部分がこう少しでも空いたんだと思いますしね、うんうんうん、そう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 、それこそその同じね、傲慢な人ってね、多分嫌いだったと思うんです、私自分の鏡だからね、カチン、そうそうそう、ね、だけどそこに対してのシャッターが上がるわけで、うん、あの、なんだろう、全然変わると思うんですよね、うん、まさによく言われるね、あの、多分器が広がったかしらっていうことだと思いますよだといいなそんな感じです。はい、はい、よかったね、うん、ありがとうございます。ね、だってほんの1週間ぐらい前に私ブースかブースか言ってたもんね。もうやだこの深い見るのみたいな。あ、言ってた言ってた。ね、ね、もう絶対見たくないとか言って。うん、その何日か後みたいな。そう、うん。本当その何日か後なんです。うんうん、実際にそうだと、その家の中でも、うん、例えばそのお兄さんのね、うん、なんかこう喋ってくる声が違って感じるみたいな。うん、ある、まああのね、まあ、まだそこから数日からしか経ってないので、うん、絶対そうですよとは言えないけど、うん、まずその上からの、うん、こう私がガンと反応するような言い方はまだ一回もないし、もちろん一回もないし、あとなんかね、そう、この人優しい喋り方なんだなって、聞こえ耳に聞こえてくるのは違う。あ、やっとよかったね。私優しいって思ってないからね、喋り方今まで。ずっと言ってて、そう外野のね、私とか私の娘とかは結構接点多いから、うん、ずっと前から、お
まちゃま気づいてないよねそう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 、おかしいな、お兄さんめっちゃ優しいんだけどみたいな。本当に、うん、いやでも言ってまえそんなわけないみたいに言ってたわ、ね、行動的には優しいっていうのは分かってたんですよ、ストレスクリアをやり始めてから本当にそれは気づいたし、うんうん、変わってくれたし、うんうん、でもね喋り方に関してはあんまり思えてなかったんだけど、うんうん、確かに言われてみると、あでも言ってもらって嬉しい、それはいつかいつもじゃないよ、もちろん、うん、ね、うん、ガーって言う時もあるけれど、うんうん、それ以外の時は、うんうん、本当になんかこうそう確かに結構にじみ出てくる感じを受けてたけど ね、やっぱりそうだよね、当事者だとねみたいに思ってたのに、それあそれちょっと言ってもらって、うん、より気づいたということで、もうあっという間でしたね、今日も話してしまって、はいはい、うん、よかったよかった、はいはい、2曲目はじゃ あなんか私無意識に選んでたんですけど、2曲目はね、ライオンキング、ディズニー映画のライオンキングの中の、日本語の題だと愛を感じてっていうエルトン・ジョンの歌なんですけど、愛を感じて、めっちゃくちゃ私大好きな歌で、ちょっと今日は全部お届けできないんですけど、はい、それをどうぞまた感じてみてください、お聞きしたいと思いますはい、よろしくお願いします。There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far.話の流れから言ってもいい選曲だったんじゃないって自分で思っちゃった面白いですね、うん、でもなんか結構ね、うん、
思うの。この無意識の選曲ってそうなんです、ね、意外と面白い。そういうことよね。つながってる気がとってもするんですけど。でも私も君は天然色は別に、うん、あの今日の話す内容だからって選んだわけじゃなくて、なんかいいなって。ああ前もってそうよね。そう、うん、もうね決めてますので ね決めておくからね。そう、うん、だったんですよ ね。そう面白いですね。はい。なんかね、あのFacebookライブをねご覧の皆様とかからも、うん、あのコメントもいただいて、あのこう隠しておきたい自分とね。そして人様にこうねできるなら知ってもらいたい、見せたい自分っていうのがあるわけじゃないですか、人間っていうのは。でもなんかそれちゃんと両方ともね見せられる、見せられるっていうか知っていると、あの色は輝くんじゃないかなっていうようなことをねちょっと今あの、ね、合間にお話もしていました。はい、はい、本当そうだと思います。なんかより鮮やかに、自分のこの自然な天然色をね、輝かせていけたらいいかな、ね、そんな人生をね一人でも多くの方にご提供できたらいいなかなと思っています。はい、はい、ということで、じゃあちょっとご紹介をしたいんですけれども、私はそのまあ、今ストレスクリアコーチングを始めては、6年目になりますけれども、はい、その前からの、心理カウンセリングなどずっと、20年今年で仕事をしています。そちらを記念して今無料での、初回1回のみですけれどもね、無料での個別相談っていうのをさせていただいています。そちらの QR コードをちょっとあずりさんの方では、お見せしています。はい、こちらをね、なんかちょっとやっていただくとですね、こちらから無料のお時間をね、あの選んでいただけます。はい、ご自身の、ご都合のように言っていてね、ぜひぜひあのズームとかでもできますから、コロナがご心配な方も全然大丈夫です。はい、ってことでリカさんもですね、はい、うん、はい、私の方も、はい、あ今あずりさんの方で出していただきました。この QR コード予約サイトですけれども、私もこの予約サイトの中に、初回の無料のミーティング、体験ミーティングと称して、はい、あのお話をね、じっくり伺える時間を取っていますので、はい、こちらも無料でご提供していますので、はい、何かね、今までと違うことをやってみません？そうそうそう、苦しいことからどうしたら逃げられるかなって私たちはずっと考えてると思うんです。私もずっとそれをやってました。私も散々やりました。うん、でも逃げずに、なんか本当にある一定時間だけでいいから、そこと本当に向き合ってみる、その苦しさを、あの本当何なんだろうっていうことをね、あの自分がこう仲良くその苦しさとしてあげることによって見えてくる新しい世界っていうのが必ずあります。隠れていた自分のね、良さもより出てくると思うし、ね、そう何かね、ご自分だったり、周りすぐ近くの方とかでも、なんか気になる、なんかちょっとこのままじゃ困るなっていうような方がやっぱりいるとしたら、なんか今までやってきたこととちょっと違うことをやってみると、全然違う世界がそれこそ見えてきたりとかしますからね。だって私だってずっと父親が変な人、夫が嫌だって思ってたんだけど、そうよね、あの全然その感覚も変わるしね、そう、私もみんなあの外側の人、あの人もあの人もって大抵そうだからね。そうなんですよね、やっぱり自分に何かを、ね、気づかせてくださる、そう存在として、多分生きていてくれるんだろうと思うから、すごいことですね。それが自分のことをね一番よく分かっていく、分かっていくためのきっかけになるんですよね。周りにそういう方がいないと絶対分からないんですよ。ありがたい存在です、はい、そうすると本当一気に世界観というか幸せ感が変わってきますよね。そうなんですそこがね、昨日もね、私たちほら2人で遺伝子分析の遺伝子ヘルスアドバイザーというところに今なろうと頑張っておりますけれども、ものすごい量の ね試験に研修受けた直後で試験、いたんですけど、私が家に帰ったら、餃子ができてました。夫金星あ、でも私もね最近なんか頻繁に娘が
娘が作りたいなんか食事を作ってくれて、昨日も作ってくれました、はい、また美味しいんだそれが。いいわね、私も昨日も餃子美味しかったです。はい、ということでですね、はい、はい、また来週までどんなことが私たちの中に起きるやら、またご報告もしたいと思いますし、うん、来週もまた見ていただいて、はい、何かこの中から癒しとか、人生を良くしていくためのねヒントを受け取っていただけたら嬉しいです。うん、はい、はい、ではさきなとみかの世界の癒しに溢れてる。また来週。